ライトサーフでよく釣りをしていて、カラーについての質問ですが、マットチャートではよく釣れますが、グローカラーで釣れたことがありません。グローカラーだと光りすぎて釣れない気がするのですが、そんなことはあるのでしょうか。シーバスの話かな。シーバスだと思うんですよね、ナイトサーフで。ナイトサーフ、夜のサーフで。グローカラーは釣れないって。なんか気にしすぎなのか、まあ、過去の経験をもとに教えていただければっていう。昔はグローカラーに光を当てて光らせてなり始めて、最初は釣れなくて4投目から釣れるみたいなイメージがあった。昔はだからなんかほんのり光るぐらいになってからいいんじゃないかって思ってたんだけど、ある時湘南で、それこそ湘南のサーフのシーバスやってて、照らした1投目しか当たらない状況を経験して、まあ、こういう時もあるんだって思ってから、あんまりそのグローに対する苦手意識っていうよりは、釣れないと光らせに行きたくなるんで、なんかそういうフィールド行く時は自分も紫外線ライト持ってくぐらい、イカとかじゃなくても別にナタチュウとかじゃなくてもシバスでも、持ってって、GT でも持ってくる。でやっぱいろいろやって出ない状況で、一つそのダメな状況の打開策の一つ、切り札の一枚のカードがビカビカ光るグローっていうのがあって、 GT もそれでグワーって GT でスネコンとかガスルでかいんでグワーって照らして投げた一投目ね、あ流れ星って思ってそれにドーンって出た経験をしてるんで、もうやっぱりグロー出たみたいな感じで、だからなんか魚とかじゃないんだよね、多分なんかそういうものなんだよね、なんか何がって説明つかない。あんな光ってるもんが空から飛んできて、ボチャンって落ちてね、明らかに光ってるやつが動いたら魚だと思って食ってないんだよね、なんか刺激されちゃって食ってる。リアクションに近い要素があるんですよね、だからまあグローに対する苦手意識はいっぱい使ってれば大丈夫かなって気がするけど、今の質問だとそれあのったらいい状況の場所だったりするのかもしれない。多分場所によるかなって気がする。場所、まあ、濁り状況、光量的な要素もあるかもしれないね。でもグローだから釣れないっていうのはそんなことはないっていうことですかね。